どうもこんにちは、ゆくちくです。今日もカンナンやっていきたいと思います。そんな感じでですね、秋の大会、秋の公式戦で合ってるのかな、1回戦やっていきたいと思います。ここ勝ってまずは春の甲子園出れるように、今回も春夏連覇できるように全力で戦っていきましょう。そんな感じでですね、今回は誰でしょうか。これは王さんで行くっきゃないでしょう。オーダー組んでまいります。こんな感じのオーダーでいきたいと思います。試合開始。カトゥー君は絶不調だったんで試しに外してみました。そんな感じでですね、今日も1回戦戦っていきましょう。もしよければチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどしていっていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。茨城東高校総合戦力守備でございます。全力で頑張っていきましょう。あ、王さん4番のままじゃん。大道君と王さん入れ替える予定だったのに申し訳ない。一郎さんなんとか頑張ってね。一郎さん頑張って、こんな感じで見ていきましょう。いやー、投球いいなら意外と走れるかもしれない。まあクイックでいいだし、ワンチャン走れるな。まあそんな感じでですね、今日も全力で戦っていきます。そんなには強くない。そんな感じで王さん今日もホームランいきましょう。30本ホームラン打ってほしいんだよね。30本、もう何としても30本、なんてったって30本。これシフトの穴をついてセーフテッドある。 OK、 ナイス。こういう内野安打打てるとね、率上がってくるんだよね。まあタイプ F なんで、タイプ F になっちゃった西井君なんでは仕方ないんですけど、まあ案の定点は取られるよね。ナイス。王さん展開していこうぜ。とりあえず展開していこうぜ。俺間違えたからさ、一郎さん。よし、西井君か。西井君急成長で、ですね、ここはまあ打撃能力だいぶ上がってきてるんだけど、ここ相手のセーフティーでいきたいと思います。うまいな、絶妙だけど、これ足まだ速くないんだよ。オッケー、いいねー。ファルプンテ製造機でございます。で、ここで角ダッチです。センター返し、いいね。これ落ちおっしゃっしゃっしゃ。角田君もライブバッチンで、押田君です。押田君はですね、流し打ち持ちなんですよ。おお、流し打ち持ちだから流し打ちにしたかったけど無理なんで、もうここ、あ、う、う、転がせだな、転がせでいきます。ゲッツー以外の転がせでいきましょう。ゲッツーがいる、ゲッツーが打ってね。押田君、押田君、オッケー、これうまい、うまい、オッケー、セーフ。いいで、広池君そろそろ高校初なんでいこうぜ。高校初なんだがホームラン。ふぅ、いや、高校初なんだがね、激アツよ。まあ、応援歌作ってきたのに作るの焦った。まあいいか、王さんになんか自作の応援歌があるんで作ってあげようかなと思います。後ろ王さん、みんなホームラン打ってるよー。すげえ、ホームランしか打たねえ。まあ、西井君もここは締めてもらいましょう。対比でタイピン F 来てしこ、いいね。ここ2個案件、セーフ。変化球、緩急で変化球いきましょう。西井君切ってくれ、頑張って。オーケーです、いいね。で、そろそろコールド勝ちしそうなんだよね。ここでコールド勝ちワンチャンしちゃうんだけど、コールド勝ち以外でお願いします。まあ、西井君も普通に、あ、これ相手のセンター返し5なんで、ミートでいきます。センター返し5で。おし、いいね、いいね。いいけど、走るか。走っちゃうか。走りまーす。セーフなんかい。セーフなんかーい。で、ここは、くせ者で、どうしよう。引っ張るか。引っ張ります。やばい。これ出しちゃう。もう一試合やっていこうか。もう一試合やろうか。マジ、さすがにもう一試合やろうか。急成長使えただけマシか。まあ、もう一試合いきたいと思います。そんな感じでですね、見応えものあんまりなかったんで、もう一試合やっていきたいと思います。さすがにちょっと短すぎる動画が。多分ね、3分ぐらいで動画は終わるよ。編集したら。そんな感じでもう一試合やっていきましょう。ここもう一試合しっかりと勝って甲子園決めて、そのままね、おシーズンを進めていければなって思います。どう、誰が選ばれますか。西井君でございます。オーダーは加藤君次第、角田君、ギータと変えましょうか。ギータ打ってないし、こうしてあげて、これでいいんじゃないか。試合開始。マッチョマン、あばよ涙、マッチョマン。あと春日部高校って確か総合戦で B じゃなかった。
確か総合戦力 A だと思って B だった説だ、高校だったと思う。総合戦力は一体いくつになったか、一体いくつになったか、総合戦力 A。 はい、西浦君、さよなら男、閉鎖持ち、さよなら男の閉鎖持ち、やつか。いや強いな、さすが総合戦力 A だな。いや、うちのチームより全然強いぞ。なんならキャッチャー走れないぞ、これは。いや、これは走るの厳しい。パワーヒー浴びてからか、ベンチメンバーがやばい。強いな。みんな強いな。やばいな。ちょっと気合入れていかないと。西井くん頑張ろう。西井くん次第だぞ、今回は。頑張ろう。緩急。OK! 青さんうまいね。もう王さんは守備がめっちゃうまい男になりました。1点取ってくれた。誰ですか？誰ですか？誰が点取ってくれた？誰ですか？惜しいね。土橋大道コンビと。ドバシ君がもう盗塁じゃないや、走力 A になります。でかいね。ここはゲッツーで外角に行きましょう。ゲッツーで外角。いやーね、牽制ってロマンだよね。俺牽制苦手なんですよ。牽制できないんですけど、なんか牽制上手い人ってやっぱ尊敬するわ。なんか日本に来て外国人ピッチャー、助っ人のピッチャーが一番苦労することってなんかクイックと牽制っていうか、なんかそういうところもねしっかりとできるってなんか俺はすごいけど、素直に尊敬。 OK! バズーカ、あれ加藤バズーカの打ち出さんだけど、加藤バズーカカッコ仮だから、加藤バズーカカッコ仮。 OK! ナイス。なぜその王さんの生かした投げ方、それでエラーしたら許さんからな。それでエラーするんだよな、たまに。でチャンス F になりました。飛ばし君です。チャンス F です。もう F です。 G より F なんで、これはチャンス G だ。でこっちにもタイピン F がいますんで、タイピン F です。西井くん、タイピン D からタイピン E に下がるよりは絶望感ないけどね、正直。正直タイピン D から E に下がった時の絶望感とか半端ないからね。まあそれよりはマシよ、消せるしね。で、ここは一郎さん走りましょうか。走ろう。オッケーいいね。引っ張ろうか。あ、ちなみに王さん、応援歌作ってもありました。なんか聞いてください。なんか自作じゃないです。なんかパープルで勝手に作ってくれた応援歌作った。あとは西井くんにつけてある。だから角田くんが出てくれれば、角田くんがここでホームランじゃなければ聞ける。いい感じの応援歌つけてきたから聞いてほしい。作った。自分で作った。聞いてください。ね、いい感じでしょ。夜にかける作ったの頑張ったでしょ。いやー、実況で初めてこんな騙すの素晴らしい。俺いいわ。なんかあれだね、応援歌作ると楽しいね。他の曲もなんか作ろう。なんか自分の曲でも応援歌にしようかな。でも俺あれなんだよね、自分の曲の譜面わかんないんだよ。ふみちゃんこの動画見てる、ふみちゃんこの動画見てるなら終わった後ドリミアソロシノです送っていて、譜面でお願いね。そんな感じでですね、私あんま譜面は読めるんですよ。譜面は読めるんですけど絶対音感っていうのがないんですよ。なんか一応ソルフェージの授業、音大に行きたかった、音大に行こうかなってちょっと思った時があって、一応ソルフェージの授業を取ったんですよ。そのソルフェージっていう授業がありまして、その超音みたいな授業があるんですけど、俺ソルフェージ100点中2点なんで、そのぐらいにはできないんですよ。マックス15点なんで、もう自慢なんだけど、自慢じゃないんだけど、全然自慢じゃないんですけど、本当に超音ができなくて、そうなんでちょっと怪しすぎるで、全然超音にならないんで、なんか、よかったらですね、皆さんなんか、譜面で送ってくれれば、譜面は読めるんで、ぜひやっていただければ嬉しいですよ、お願いいたします。ちなみに一郎さんもなんかパープルの買った時に早期購入特典みたいな感じのオープニングじゃないや応援がつけてある。地味に西井君が防御率2点台に突入してるのが素晴らしいこと。そのまま1点台に行って、そのまま最後に0点台で終わりましょう。なかなか抜けるんですけど、はい、外角でいきましょう。なかなかね、なんか変な感じする。まあいいや、頑張ろう。実況中に鼻がかゆいって話する俺いい人いる？西井君怒るよ。 E が多すぎるんだよね。初期能力自体はそんなに悪くなかったんだけど、ちょっと E が多すぎる。王さん、シングシングシングなので、キングキングキングなんで、やっていきましょう。キンキンキン、ヘイ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 、それは別のもの。おう、怖え、吉田君怖え、高級 F 怖え。この冬消さなきゃいけない曲もいっぱいあるから、
角田君なら走られるな。まあ1点は仕方がないよ。角田君さすがに肩 F だから。いやー、広池くん打ってるの感動する。広池くん打ってるのが感動する。いいね、2割まで持ってった、よく頑張った。まあまあ1割いっちゃうけど、ヒット1本打ってくれただけでも俺は嬉しいよ。ミートがねだいぶ上がってきてる気がする。頑張ってね。足しびれた。今ちょうど電話来て、ちょうどそのタイミングでお腹痛くなったから電話とお腹や同票やってきた。最近ちょっと腹壊しすぎてね、ケツの穴が痛い。ごめんなさい汚い話で、ごめんなさい食事中見てる方、もう汚い話やるとこ痛い。もうねヒリヒリしてる、まあね、地になる、やばい。あ、ごめんなさい、ご飯テレビ見てる方ごめんなさい、許してください。いやちょっとね、もうヒリヒリしてる。なんかさ、今日10月の末なんですけど、動画撮ってるのは。あのね、今日ね夜中から腹壊してるんですよ。夜中の1時にまず目覚めて腹壊して、でその後寝て4時にまた目覚めて腹壊してみたいな。もうほんと辛い。いやー、この応援歌かっけえ。一郎さんがそして止まらない、安定の猛打賞。まず鬼滅の刃無限安打編だからね。一郎の刃無限安打編開幕、興行収入100億みたいな。いっちゃえい、取りました。今のもう行く流れだってじゃないの。今のはもうさ、もうゴーンでしてさ、やばい俺すげえみたいになるとこだったじゃん。王さんすげえみたいな、キングキングキングみたいな言うとこだったじゃん。全然キングキングキングどころじゃないし、セカンド守備バカうまいし、危ねえ。走れるかな、走ってみよう。寝てしまいたくてどけしにににに、ちょっと聞いてて、応援歌かっこいいから。これさ、思ったんだけどさ、西井って呼び方登録してないからさ、多分西井って言ってくれないんだよね。俺選手名で入れといたんだけどさ、そこ津波、ちょっとそれはそれならマジで津波なんだけど、ちょっとね、ちょっとそれはちょっと考えるよ。俺もちょっと考えることがあるよ。とりあえず低めでいこうか。まだ本当にね、どのポイントも足りてない西井君の場合は。いいね、こういうところで三振取れると、もうなんか生放送の方でやってた栗原君を思い出すよね。栗原君も頑張ってるから、みんな栗原君も頑張ってるし、みんなねいい感じで頑張ってるのよ。俺だって頑張ってるよ。全一だよ、全一。俺全一で、全一っていうか鬼滅見てないんで、あんまり言ってるとにわかがバレるんでやめてきます。てかね、俺にわかにもなってないんだよね。言うてね、鬼滅を全然知らない。外伝ぐらいしか見てないから、あとジャンプでチラ見したぐらいだからさ、多分ねにわかにもなってないから、にわかの人にも失礼、にわかファンの人にも失礼。だって俺もう名前のキャラぐらいしか知らないもんね。あ、鬼滅の刃高校収入100億おめでとうございます。こんな感じでやっていきましょう。いやでもこの動画が上がってる頃には多分ね100億超えてると思うよ。いくつぐらいいくんだろう、いくつぐらいいくだろう、ね、もうなんか千と千尋ワンチャン超えるんじゃないかなと思ってるんだよね。まあまあこの話はまた次回のシーズン決めていきましょう。よし勝てた。大道くん5打数4安打とかしてるわ。一郎さんもなんだかんだ5打数3安打と、みんなやれるだけやってくれてるから、やれるだけやってくれてるから、もう俺は満足。西井くんがねだいぶ覚醒してきてんだよね。あとはこのタイプ F を消してあげれば私的には完璧でございます。よし、とりあえず甲子園確定でございます。よしよし、西井くん揃ってきてるね。星だけ確認しようぜ、星だけ。はい、西井くん474。まあ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 、みんな頑張ってるし、一郎さんがもうオールウェイ達成しました。もう星600いきます。いやー素晴らしい。てか全国優勝ってやっぱ強えわ、みんな。全国優勝は角田くんもなんだよ。角田くんもなんだけど、ちょっとなんか全国優勝だけレベチの成績残すんだよね。まあ、エラーと併殺さっさと消してあげたいね。こんな感じでですね、データで見れるのかな、秋の地区大会。おっ、西井君防御率 0.60。 まあ打ってはないけど俺は満足で、王さん青さん5割のギータは0割と、王さんが5割、いいね。で、ひろゆき君4割にも9厘、当たってきてるわ。ひろゆき君頑張ったね。今まあその前の大会知らん。で、一郎さん5割5分6厘、大道君も5割6分6厘、
並んでるじゃん、並んでるじゃない。角田君はまあまあ2割5分だけど、土橋君が4割4分4厘と、バケモンの成績残っております。そんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。はい、マイクロチェック中でございます。へいへいほー、へい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 。